ゆっくり鉄道記録映像 07T、京急の果てで、2018年9月5日。ご視聴ありがとうございます。風の谷のサテウです。5300型が残り1本になったかと思えば、データ MA 界の栗浜カットが決定するなど、相変わらず話題の絶えない1号線界隈です。7T 運用につく5300型も、時期に見納めですね。7T 運用のうち、新町始発岬行きの 1606T は車内観察にもってこいの列車です。特に栗浜線内は空いており、高架なので夕日もいい感じに入ってきます。映像では、津浜を出たところですね。津久井浜と三浦海岸はおよそ 1.5 キロ離れており、ほとんどの列車で高速域のサウンドを楽しむことができます。テロップなし、解説なしの差分も当サテウストックチャンネルでフリー素材として公開しておりますので、ぜひそちらで生の音を味わってみてください。終了画面にリンクを貼っておきますね。さてこの5300型、やたらと車内の色使いが明るく、地下鉄車とは思えないほどに開放感があります。この隅田川のさざ波をあしらったカーテンとともに、日立製作所のデザイン魂が随所に現れているんですね。こんな列車風を浴びたらさざ波じゃ済まないと思うけど、5300型の設計は、5つのデザインコンセプトのもと進められたそうです。都会的センスあふれる斬新なデザイン、明るく爽やかな車内、乗り心地のいい車両、サービス向上で利用しやすい車両、新技術を取り入れメンテナンスフリー化、の5つです。こんなコンセプトを定めたら名列車になるほかありません。30年近く1号線のエースとして走ってこれたのは、こういった優れたコンセプトで固められているから、というのもあるでしょう。実際、同時期にデビューした他車線の車両に比べて、登場時と現在での外見的な違いがほとんどありません。光栄ゆえの不自由さや、都高独自の方針など事情が色々あるとはいえ、何十年も原型をある程度保ちつつ走っているというのはすごいことだと思います。もっとも、車内は更新のたびにしっかり手が加えられているようですが、はい、あっという間に次は三崎口です。そして三崎に着いた後も、折り返し時間が短いためあっという間に行ってしまいます。ただ、最もすく区間でもあるので、音取りなどは行いやすいですよ。この映像の具合からもお分かりいただけるように、写真をちょっと撮った頃にはもう折り返してしまいます。都営車が京急の果てに来たという実感もそこそこに、今度は印旛に行ってしまう5300型。運行範囲の広さをものともせず、5300型は涼しい顔で去っていきました。というわけで、ここまでのご視聴ありがとうございました。ぜひとも耳障りな語りのない、クリアな5300型のサウンドをこの動画からお楽しみください。また、その他の5300型のフリー素材も公開中。当チャンネル、並びにメインチャンネルの登録もお待ちしてます。ではまた、次の動画で。